どうも吉田一郎です。私はですね、請願第29号各議員による採決態度の公表を正確に行うよう求める請願、これはですね、委員長報告に反対して採択をすべきだという立場でですね、討論したいと思います。まあこれ一体何かというと、6月定例会で、議員の期末手当ボーナスをですね、年間17万6000円引き上げるというのが審議をされたと。で、それに対して自民党の方からでしたっけ、実施を延期すると、まあ、要するに議会で、じゃあ今からにしようという時まで、議会の方で判断して決めるんだというふうな、修正案が出たと。で、これですね、ボーナスを上げるというのも、それから議会の方で実施時期は決めるんだという修正案に関しても、反対したのは私、吉田一郎ともう一人、河村純議員、無所属2人だけだったんですね。修正案、まあ、議会の方で実施を決めるというのは、自民、公明、民主、改革、共産、みんな賛成、そして、ボーナス17万6千円引き上げると、まあ、これ、共産党に関しては対策をしたわけですね。反対はしなかったわけです。反対したのはあくまでも私、吉田一郎と河村純議員、2人だけだったんですね。これは何も私がこの場でこう言ってるだけじゃありません。埼玉市議会の公式のホームページにもきちんと出てます。2年前からでしたっけ、埼玉市議会ホームページで、採決態度、丸×退席の場合は退席という形できちんと公開するようになりました。これは私、まあ、ちょうど私、市長選挙で出て議員辞めた直後だからだったんですけども、本当、埼玉市議会の大きな前進だと思うんです。採決態度ですね。前、私以前、ね、なんか議事進行をかけたときは、いや、議長の目分量で可決、否決決めてるんだなんて言われちゃったことありますけども、そうではなくて、きちんとどの議員が賛成をし、反対をしたのか、または退席をしたのか、市民に明らかにしていると、これは埼玉市議会、大きな市民への開かれた議会のための前進だと思います。しかしですね、日本共産党市議団のうち、まあ、今回、この請願に上がっている議員がですね、まいたチラシでは別の票が出ちゃってるんですね。採決態度、日本共産党は反対したみたいに罰がついてるんですね。で、自民、民主、改革、公明は丸と賛成したと。で、まあ、星印でちっちゃく下の方に原案は採決、退席、修正案に賛成とは書いてますけども、でも表では一覧表、採決カードの一覧表ではっきりと罰、反対って書いてあるんですね。確かに日本共産党の、市議団の人、まあ、どの議員だったか忘れましたけども、反対めいたことを討論で言ってたというのは、まあ、私も聞いてました。こんなのはね、市民、議会としては反対すべきだと言ってたというのは確かなんですけども、反対すべきだって言ったけど、反対しなかったわけですね。先ほど言いましたが、修正は賛成、原案は退席だったんです。だから、私もチラシに書く分にね、我が、共産党の議員は反対を主張しましたと、反対議員は反対すべきだと言いましたって書くのは、これはまあ事実ですよ、構わないわけですよ。確かに討論で、まあ、討論で反対討論したのに退席したの是非ってのは別問題ですけども、私たちは、委員会で反対を主張しましたと、議会で反対すべきだと言いました、これを書けば別に誰からも文句出ないと思います。まあ、共産党の言いたいようなことを書いてんだなと。まあ、それはそれなりの共産党内の事実なんですからね。ただ、丸罰表にしてしまったら話は別なんですよ。こうなった場合は、議会の公式に、市議会のホームページで公開している丸罰表と違ってしまったら、市民は一体どうなってるんだろうと疑問を持つわけですね。そこを規定してしまうんです。まあ、今回ですね、議会運営委員会の方で不採択と言いながら、こういった、そこを規定してしまうというのは問題だと。まあ、今後、議会運営委員会で今後については確認すべきじゃないかというふうな討論ありました。まあ、不採択の討論でしたけども、事実上、この請願の願意をですね、そのまま、訴えている内容の討論だと思います。いくらね、星印でちっちゃく、下の方にちっちゃく書いてるんです。これ、はっきり言って、なんて言いますかね、消費生活委員会で下の方にちっちゃく書いてあるから、だから問題ないって言ったら、これ、消費生活委員会だって、いや、それはおかしい、お金返しなさいって言いますよ、契約書でね、ぐちゃぐちゃぐちゃ、下の方にちっちゃく、なんか星印つけて、これはなんとかですって書いてあったから、ほら、それ読んでないだろうみたいな、そういったのはやはり、私は道義的にも、またはですね、特に私たち政治家としてはですね、問題ある態度だと思います。あと一点、最後に一点、確認をしておきたいんですけども、先ほどの、まあ、これは請願25号でしたっけ、あれに関するですね、討論の中で、まあ、共産党の議員さん、松村さんの討論で、ちょっと聞き捨てならない一文があったんですね。要するに、日本共産党の議員が出しているチラシは、日本共産党の考えについて書いてるってですね。これ、先ほど請願第12号でやったじゃないですか。これ、共産党、
政党の日本共産党の考えを書いて撒いちゃいけないんですよ。あくまでも日本共産党埼玉市議団の考え、または日本共産党埼玉市議団に所属している議員の考えを書かなきゃいけない。そうじゃなきゃ政務調査費は使えないんです。もちろん自費でやってる党のお金で撒いてるんだったらこれは構わないですよ。だけど政務活動費を使ってる以上は日本共産党の考えについて書いて、それを政務活動費を使って撒いたら大問題です。まあ、請願第12号は先ほど不採択ということになりましたけれども、改めてですね、先ほどの発言を受けて、請願が出るかもしれませんし、また場合によってはですね、まあ、先ほど私討論で言いましたけれども、法的な手段、住民訴訟等になり得る可能性もあるということは指摘して、おきたいと思います。以上ですね、私の、この請願、ぜひとも皆さんもう一度よく考えて、採択すべきだと呼びかけ、これにて終えたいと思います。以上です。速記を止めてください。